トラベラーズノート張り合い会の細井健作と申します。昨日の文具展26、いやー本当に思い出しただけでもね、本当素敵なイベントでした。うわすげえすげえすげえ、あー倒れそう。舐め回してますね。ぬるぬるでお願いします。そうだね、上着やってた、どうしてんだ、頭まで切ったの、すげえ。何これすごいですね。なんか誰のですか、この。私のです。あ、すごい、ワンちゃん。はい、あの最近すごいレザーバーニングってやつです。作ってもやってもらいました。なんかそういうクリエイターさんがいるんですか。そうなんです、あの知り合い の, あの工房さんで、写真渡したらやってあげるよって言われて、あ、ぜひって言ってやってもらいました。あ、すごい、めちゃめちゃ素敵、はい、あ、ほんと、はい、チーズ。オッケー。はい、トラベラーズノート張り合い会の細井健作と申します。昨日の文具展26、いや本当に思い出しただけでもね、本当素敵なイベントでした。本当にもうタイミスさんに誘っていただいてからもう2年ちょっとぐらい経つんですが、まあもっとか、3年ぐらいも経つんですけど、本当にいいイベントで、昨日は本当にトラベラーズノートのね、Facebook のグループのお客さんが来たりとか、香港のねグループのお客さんが来たりとか、もう韓国のね、まあ旅仲間が来たりとか、本当写真の仲間もね来て、そしてもう本当に文具店の仲間の皆さんもすごい素敵な方たちばかりで、手帳のね、じゅんさんたちとあのトラベラーズノートタワーをね、組んだのが本当に自分の中ではいい思い出になって、また次回もあったらね、ぜひ参加したいなと思います。まあ、ちょっとね、年内にひょっとしたらオフ会とかやれたらいいかなと思います。楽しかったな、本当に文具店。ありがとうございました。細井健作でした。ビデオ、ビデオ。ビデオ、意味ないくらい、ビデオ、ここ入ってないとなんか、回る。ということでありがとうございました。またはい、よかったよ、楽しかった。
Thank you.